現在夜7時15分やっと部屋温まりましたね。ストーブね、すごい威力なんですけどね、いや、さすがにようやく温まったな。やっぱ冷えるんだね。冷えるといえばですね、思わぬ問題がありましてですね、私ね、ここに大量の水をね保管してたんですけどね、あ、やっぱりね、全部凍るんですね。これだって30本ぐらいあるんですよ。全部凍ってるわけでね、奇跡的に凍らないでいた炭酸、先ほどから若干飲みつつ、あとやっぱりこういう時に頼りになるのはあれですよね、お酒ですよね。お酒こんないんですね。お酒は全員無事でしたということでね、こちら、北海道の国まれ、こちらの方いただいております。本当はね、熱燗でね切ってやりたいんですけど、なんせね水がガチガチに凍ってますからね。なんてこと言いますとね、何言ってんだよ藤やんと、雪が大量にあるじゃないかと、そこをね、そこから持ってくればいくらでも水作れるでしょうなんてね、おっしゃるでしょう。やってますよそんなこと、さっきからずっと。これねさっきから俺は外に何回も行ってね、雪これで持ってきていい、なんで入れ物だってそんなないんだから、さっきからねバンバカ投入してますよ。なことやってますよ私だって。だけどね、ちっとも雪なんかね、量がね全然いかない。もっと持ってくれ、言って持ってきてますよ。持ってきてるんだって、ほらさっきから何回もかき氷みてえなの外行って、行くたんびにさ靴履き替えてさ外行ってさ、あんたやってるよそりゃ、やってるけどね、ようやくだよ。ということでね、少しぬるくなりましたんでね、ようやく扱いになりますか。それにしてもさ、すごいよ、見たらわかるでしょ、もうね窓の高さまで雪来てるんですよ。こりゃあと1ヶ月何もしなかったからちょっと手遅れだったかもしんないね。レボーグでね、で そうかウェットティッシュも凍ってるか、嘘だろ、そうだよな、ウェットだもんな、そうかいやこれは思いのほかでしたね。ですよ、レボーグね、まあどうでそう TV にね貸し出してくれて、1年間、北海道スバルさん、北海道のねスバルの会社の方が、まあどうでしょうの大ファンでね、無理を聞いてくれまして、いやいやもうほんと楽しんで乗ってくださいなんつってね、気持ちいいことをおっしゃいまして、札幌から、まあ赤平まで100キロちょうど100キロぐらい、ほっこの雪でしたけど、ほぼ半分ぐらいはアイサイト X でね、アシスト運転ずっとしてきましたからね、これは全然違う、ストレスフリーというか疲れなかったですねあれはね。いやもう俺あれだったらやっぱ自腹で買おうかなと思ったもんね。いやそれでね、随分楽したかと思えばね、ほんのこっから200メートルぐらいでね、俺結局ここの中に物運ぶまで1時間かかりましたからね、あそこに着いてから。
それでもこうやってようやくさ部屋も温まって、まもなくね雪で温めた熱感が来るかと思うとね、まあこれはこれでやっぱりいいですわ。明日日曜日でも月曜日にはね一回札幌に戻らなきゃいけないんで、まあ2泊3日という短い時間ですけれどもね、生活のだんだんなんて言うんだろう、大事な軸になってきましたね。不思議なもんで、なんかまあ仕事をいろいろ東京でね YouTube の収録やったりいろいろあるんだけど、それをスケジュール考えるときに、おこことここの間赤びら行けるなとか、そっち考えちゃうもんね。仕事とは別に別の場所というのかな、全然違った頭になりますからね。でこういう困難があって、嘘だろっていうようなことにこう逆に胸躍るような時間があるっていうのはね、とてもいいことだと思いますよ。いやー楽しいわ、そういう意味で言うと。温まったかな、雪でね温めた日本酒熱感、トト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 、しゃしゃしゃ、いただきます。ようやく、あーやっぱり熱感だ。8時になりましたですね、とっぷりと夜も更けてまいりましてですね、さあこれからご飯ということですけれどもね、私ね、このキャンプで使うのにね、これ鍋をね、これアルミでできてるんですよ。アルミでできてて、まあ、軽いからキャンプとかに持ち運びしやすいっていうのを作ってもらって、わざわざで先日ようやくね、その作っているこれ大阪のね本当にねちっちゃい工場なんですけれどもね、行ってまいりましてですね、板金屋さん、そこは試作板金っていうカテゴリーらしいですね。まあ大手の電機メーカーとかね、そういうとこから発注が来るらしいんですよ。まあ一応設計図みたいなのあるんだけど、実際にそれができるかどうかで、板金ってねいろいろ型を作ったりなんかしなきゃいけない難しいことがあるから、とりあえず作ってくれっつって、で試作品を作るんだって。だから最初の一発目を作るだけの会社っていうね、いやそれ面白いなと思って、でまあ言うなればだから彼らは毎日違うものを作ってるんですよ。だからちっちゃい町工場なのに最先端のなんかこうやってレーザーで切るやつから、もう古い板金の機械から全部置いてあるんですよ。そこに作ってもらったんですよ、このねキャンプ用キッチン藤村の鍋。ちゃんとまあこういう原料あるじゃないですか、こう例えばねこういう丸いやつ、ちょっと話長くなりますよだって楽しかったからさ、こう、まあ、これアルミの板ですよ。これをね例えばねぐるるるっとこれ回しながら、一方をこっちで押さえながらこれを丸くしていくわけで、最終的にこれをねコップに作っていく。で途中まで行くとこうぐるるるってやりながらこっちで手で押さえる、まあ、まあまあまあこういう風な感じになるじゃないですか。で最終的にグーってやりながらこうブーッと押さえながらこうやってね丸いちゃんとしたコップになると、そういう手作業もやりながら最のことも やるし、最先端のレーザーでこうなんかね緻密なものを作るものもやっていると。そっちに作ってもらっているこのキッチン藤村の、だからもうこれ試作品っていうことなんですよ。だから数は多く作れないんですよ。そこでは作っちゃったからにはね多少売りますけれどもね私もね。でそこに行ったらですね、こういうものも作ってるっつって、普通あの鋳物のさやつってさめっちゃ重いじゃないですか。だからアルミだから軽いんですよ。でアルミで軽くて、アルミってあれなんだってね、だから熱伝導がすごくいいからあっという間に温まって熱が均一にいくと。で今カチャって言ったでしょ、これ後ろにね
どういう風にでもはまるようにこうなってるんですよ。こうやってこれがこっから火いくじゃないですか。でここの火が この線を間の線を通って全体に熱が回りやすくなった、はははなんつってね言ってて、なんか楽しそうな仕事だなと思ってね。いや俺知らない仕事たくさんあるんだろうけど、そうやって実際に工場とか行ってね、話聞いて工場見学させてもらって、実際に、さっきのやつ俺が作ったんですよ、自分でね、こうやって機械でやってたりするとね、あーなんか物に愛着が湧くというか。でこれで今日何を作るかと言いますとですね、札幌でまた行きつけのお肉屋さんで買ってきました。これはね、和牛の小腸と書いてある、まあホルモンですね。それをですね、これもいただいた岡山備前の高取醤油さんのニンニク醤油、前回唐揚げ作りましたけども、これにねつけちゃえばね絶対美味しいんですよ。まずはホルモンいきましょうか。ちょっと俺も初めて使うんで、どんなもんなのか、こういうコロナの状況でさ、なかなかあちこち行くっていうことがはばかられるような感じだけど、いやーやっぱり人と会ってそういうところに赴かないと分かんないことたくさんあるから、やっぱ俺はそもうだんだんそっちが恋しくなってきたな。ちょっとこれで一旦熱伝導がすごくいい、ちょっと一個試しに、おお、あ、いいね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 、ちょっと、そんなに強くなくて、このぐらいで。厚木のね、神奈川県の厚木のね、白子のホルモンは、うまいですよね。俺、何回か行ったなぁ、うますぎて。跳ねるね、跳ねますね。またこれ明日窓っきだな。まあいいやいいや、跳ねるね、やってるね。もういい感じだよこれ。ああいいんじゃないこいつ。ちょっとちっちゃいやつから食べてみますか。おおおお、うまい。おお、うまい。いやいよいよどうでしょう、ハウスもねホルモン焼くようになっちゃったので、ね、もくもくですよ。Oh!
うまっ。やるもんだな。いやホルモン最高。続いてのお肉でございますけれどもね、こちらあんまりね食べないんじゃないですかね。どうですか、骨付きのラム肉ですね、子羊です。こじゃれたね、ビストロダクとかね、フランス料理なんかなんか行きますと出ますけれどもね、普段あんまり家庭で食べることはない。だけどね、これやっぱりね、北海道ってほらね、ジンギスカンがあって羊の肉を食う文化があるじゃないですか。だからね、意外と売ってます、この子羊のこの骨付き肉で。牛肉ね、もう随分俺サーロイン食ってましたけど、あれに比べたら全然安いです。全然安いけど、これはね本当に美味しい。だから骨付きのラム肉がそのお肉屋さんにあると、私はこれは買いますね。買いです。まあなかなかそんなにね、いいものにお目にかかることはないですけど、これはいいんじゃないですかね。でも 100g600 円ぐらいじゃないですかね。ねえ、お塩、ね、単純ですね。こうパラーリパラーリとね、粗挽きの胡椒、パラーリパラーリと、もうちょっといくかな。ねえ、この胡椒はね、それね、いや本当に美味しいんだよね。中火ぐらいでいってみましょうかね。ちょっと温まってからね。してる。ちょっとこのぐらいでいってみよう。まずはこのぐらいの火加減で一発。さあ、この音を聞きながらですね、やはり子羊のこうラム肉となりますとですね、今回こちらワイン、ビーニャソルサル、これスペインの、私が作った大阪の工場で作ったこのアルミの切り出したやつでね、これがワインに合うかどうか知りませんよ、そんなことはね。ただこれしかないんだから今。ああ、酸味が強い。ああこれ美味しいわ。さあ、そんなこと言ってる間にラム肉の方、うわー、ちょっとこれはまたいい色に来てるぞ。これうわー、これいい色で焼けてるぜ。これいや、これはいいぞ、絶対うまいぞ。よしよし、いいんじゃないかな、いいんじゃないかな。よっしゃー、しばし余熱で。いや、やっぱり羊のお肉ってさ、癖はあるんですよね。だから最初俺も北海道ね、大学生の時に来て、あの安い輪切りのねジンギスカン食った時には、いやこれちょっとどうだと思って、もうとにかくジンギスカンのタレでごまかして食ってたみたいなのあったけど、それからね、それを食ってるうちにどん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 ラム肉のこの、逆にこの変な臭みじゃないけど、それがたまらないものになってくんだよね。北海道の人みんな言うけど、実際そうなんだよ。でね、豚肉とも牛肉とも違うんですやっぱり。まあ当然のことなんだけど、肉って肉を食ってる感は俺一番羊が大きいと思うな。この包丁もね、昔堺、大阪堺まで行って買ってきた包丁、こっちからまずは端っこをちょっといただきましょうか。どうでしょう。うわぁ、いい焼き加減。
声が出なかったぞ。これすっごい焼き加減だこれ。いやそれでやっぱいい肉だな、いい肉だな。いやたまらんなこれ。ちょっとだけ神戸のお寿司屋さんが作ったお肉の友、このポン酢でいってみようかな。うわこのポン酢は3トンって本当に声を出させるね。お前はうわうまい。いやこれあんまり羊の肉に慣れてない人はこのポン酢のお肉の友で食ったら変な臭みがちょっとなくなるというか、でお肉の柔らかさとこの肉質がね直接くるね。あーうまいうまい。俺はこっちのポン酢かな、こっちのポン酢の方がいいな。脂っこさがないんですよ本当羊の肉って。それこそ筋トレとかやったりして、でその時に毎日体重測ってたんですよ。お肉食うと翌日ちょっと増えてるんですよ。ただね羊の肉食った時はね減ってるんですよ体重が。不思議だなと思ってたけど、やっぱ脂身がないんだねきっとね。いい加減溶けろよ。なんか一個一個本当にこうナイフとフォークでねゆっくり食べてこうスッと切ってこの柔らかさを確認しながらスッと食べるみたいなね、本当上質なサーロインを食うのと同じような満足感ありますね。でこっちの方が脂が少ないから逆に一般的に受けるんじゃないかなと思うけどね。やっぱ赤身はいいな。こうやってね、なんかさ、肉を買う時もさ、やっぱりこうね、一人だからで一応動画だから多少やっぱり高い肉買っても。両親が痛まないんですよ。2本で1000円ぐらいか。そう考えるとね、普通の肉だったら高いもんね。まあだから旦那さんだけの時とかね、奥さんだけの時にね、今日旦那いねっていう時にね、奥さんちょっとほんと1回これ2本ぐらい買って食べてみて、自分だけの楽しみみたいにね。そうするとね、あれですよ、多分、なんて言うんだろう、優しくなりますよ、人に。だって自分こんないい思いしちゃったんだから。奥さんもね、楽しそうにさ、やってればさ、家庭は平和でしょ、きっと。目を、つり上がってね、いやー、高いな、このお肉、とかって言ってんじゃなくて、月1ぐらいでね、てめえだけで、いい肉を買ってきて、てめえだけでこうじっくりさ、ボーナス出たとかさ、なんかの時にはさ、いや、もう自分はてめえは食ってんだけど、ね、ちょっと奮発して、なんてさ、やるとさ、みんなうまいうまいって食ったらさ、なんか若干その、背徳感が薄れるじゃない。ちょっとだったら、そんな大した値段じゃないから、何にしたって。まあその中で言うと私の場合この骨付きラム肉、うおいい感じに焼けてきた、これ一つおすすめ奥さん。あとはね、あとは豚肉ね、豚肉のうまい豚肉の
そのでとんかつをやるとかね。いや、奥さん向けにやってるわけじゃなくてね、ほとんど見てるやつは俺と同年代のおっさんばっかりだろうけどね。いや、おっさんも一緒ですよ。こうやっておっさんが幸せになる方法ってさ、昔で言ったらさ、なんかパチンコ行ってとかさ、なんか競馬行ってとかさ、夜まで飲んでとか2次会3次会行ってってあるけどさ、ちょっとそれではない、なんか幸せをね、一つでもあるとね、おっさんが平和な顔してると多分世の中は平和になると思いますよ。おー、ひょ、これいいんじゃないか。表面カリ、中お、中レア、逆にこれもいいんじゃないか、これもいいんじゃないか。おい、この焼き方最高。2,000〜3,000円取ってもいいんじゃないか、これ。うわ、あー、うまい。いや、もうちょっとさ、ほんと、ごめんなさい。わかります？中レアで、表面ちょっとカリッとしてんの。骨付き肉。ごめんなさいね、本当にね。ここがまた美味しいんだよね、この骨の際がね。うわ、柔らか。うわ、いや、これ相当な高級店じゃないと出てこないだろう、この、うん、うわ、あ、マスタードもいいな。マスタードいいな。マスタードつけて食ったらこれ最高。